クリフトン・アルバート・フレデリック・スプレーグはアメリカ海軍の軍人。最終階級は中将。ジギーと呼ばれた。スプレーグはマサチューセッツ州道チェスターで生まれ、ボストン・ラテンスクール、アメリカ海軍兵学校に学ぶ。卒業後は海軍のパイロットとなる。第二次世界大戦が始まった時、スプレーグは水上規模艦タンジールの艦長の任にあり、 真珠湾攻撃に遭遇した。その後スプレーグは空母アスプの艦長に着任する。スプレーグはレーテ機海戦での功績で最も有名である。上陸支援のため第7艦隊から編成された3つの護衛空母艦隊のうちの一つの指揮官として、スプレーグは護衛の3隻の駆逐艦、6隻の護衛駆逐艦と共に行動した。タフィーには航空機の後続範囲で、 日本関係への攻撃を支援したが、主力部隊は混乱し、組織的な行動が行えなかった。スプレーグは指揮下の航空機部隊で、日本軍の戦艦及び巡洋艦に対する攻撃を行い、この戦闘の功績でスプレーグは海軍十字章を受章した。戦後スプレーグは海軍艦区司令官を務めた。スプレーグはサンディエゴの海軍病院にて、 心臓病で1955年に死去した。カリフォルニア州、フォート・ローズ・クランズ国立墓地に埋葬されている。オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリーゲートの10番艦、クリフトン・スプレーグは、スプレーグの名前にちなんで命名された。退役直前まで海軍十字章のための表彰状は、主観室に飾られていた。ありがとうございます。